カーリング、ロコ・ソラーレが日韓対決制して初代女王、藤沢さつき、ステイポジティブ、貫く。カーリング、パンコンチネンタル選手権、6日、日本時間7日、女子決勝、カルガリー。女子日本代表で北京オリンピック、五輪銀メダルのロコ・ソラーレが、決勝で韓国に延長戦、第11エンドの末、8-6 で競り勝ち、初代女王に輝いた。ロコ・ソラーレは 3-3 で迎えた第6エンド、E に1点勝ち越し。第7位と第8位には不利とされる先行で連続スチールを奪い、リードを広げた。勝利に近づいたかと思われたものの、第9位に2点を与え、第10位にスチールされて土壇場で追いつかれる展開に。それでも延長戦で勝ち越し点を挙げた。スキップの藤沢さつきは、メンタル的にもタフな状況だったが、しっかり我慢して、延長戦でも集中力を切らさずにできた、と充実した表情。今大会を通じては、アイスが難しくて苦しんだ試合もたくさんあった中で、ステイポジティブで、常に前向きにいることができた。負けた時も落ち込みすぎず、ポジティブにいられたことが良かった、と振り返った。今大会の韓国代表は19年世界選手権銅メダルメンバーや、20年世界ジュニア選手権銀メダルメンバーなど20代前半の選手で構成されたチームが出場、メガネ先輩、ことキンオンサダ、キムウンジョンがスキップを務める、チームキムは選出されなかった。従来のパシフィックアジア選手権と米大陸の大会が統合された今大会は、来年の世界選手権の出場枠をかけて実施された。男子日本代表の SC 軽井沢クラブは4位に入り、男女とも日本の出場権を獲得した。ロコ劇的逆転で初代王座に王手、第10エンドに1点スチール。カーリングパンコンチネンタル選手権第6日、2022年11月5日カナダカルガリー。5日に男女準決勝、男子3位決定戦が行われ、女子日本代表で北京冬季五輪銀メダルのロコ・ソラーレは地元カナダに6対5で逆転勝ちし、決勝進出を果たした。男子の SC 軽井沢区は準決勝でカナダに2対8で完敗、3位決定戦では米国に7対8で敗れ、メダル獲得はならなかった。男女とも世界選手権、来年4月、オタワの出場枠は確保している。完敗だった1次リーグ最終戦から28時間後、ロコ・ソラーレが強豪カナダに雪辱した。スキップの藤沢が、正直、私たちにとってはちょっと苦手な相手、と認める通り、前日は 3-9 でコンシード、ギブアップ。この日の準決勝も2度スチールを許すなどカナダにリードを許した。だが、3点を追う第9エンドに一挙3点を奪って同点に追いつくと、不利な先行の第10エンドに1点スチールする劇的勝利。中盤ショットが冴えた藤沢は、チーム全員で我慢スタイルのゲームをしっかり戦い切れた。最後の最後にチャンスのところで決め切れて、ようやく勝つことができた、と笑顔で話した。初代王座をかけた決勝は韓国と対戦する。藤沢は、緊張するとは思うが、楽しみながらやりたい、と力を込めた。カーリング女子日本代表優勝、パンコンチネンタル選手権で韓国に8対6で勝利。パンコンチネンタル選手権最終日。カーリングのパンコンチネンタル選手権最終日は6日、カナダのカルガリーで行われ、女子日本代表のロコ・ソラーレは韓国を 8-6 で下し、優勝した。第8エンドに1点を取って 6-3 とリードしていた日本だったが、第9エンドに2点を取られ、最終第10エンドではスチールを許して6-6のままエキストラエンドに突入。それでも有利な後攻となった日本。韓国のラストショットが置かれた時点でハウスに残ったストーンは両チーム一つずつ。テイクアウトを狙ったスキップ藤沢さつきのラストショットは韓国の黄色のストーンをきれいに弾き出し、2点を獲得して戦いに終止符を打った。パンコンチネンタル選手権は、来年の世界選手権の出場権獲得がかかる大会。アジアとオセアニア、米大陸の国と地域から女子は9チームが出場していた。日本代表ロコ・ソラーレが初代王者第1回 PCCC 決勝で韓国との激闘制す。カーリングのパンコンチネンタル選手権 PCCC 最終日は6日、日本時間7日、カナダのカルガリーで男女決勝、女子3位決定戦が行われ、決勝に臨んだ女子日本代表ロコ・ソラーレは延長の末に韓国を 8-6 で下し、新設された大会で初代王者となった。1次リーグでは 7-4 で勝利した相手との再戦。有利な後攻の第1エンドを両チーム得点がないブランクエンドとすると、第2エンドに2点に先取。
第3、第4エンドは1点ずつ取り合い、第5エンドに2点を奪われて同点に追いつかれたが、第6エンドに1点を加えて勝ち越し、第7、8エンドの連続スチールで韓国を突き放した。第9エンドに2点を失い、第10エンドに1点スチールを許して6-6と同点に追いつかれたが、エキストラエンドに2点を奪い、勝利を決めた。カーリング、ロコソラーレ吉田知那美、最後までチームサポート、イーチアザーできた、と実感。カーリング、パンコンチネンタル選手権、6日、日本時間7日、女子決勝、カルガリー。女子日本代表で北京オリンピック五輪銀メダルのロコソラーレが決勝で韓国に延長戦の末に8-6で競り勝ち、初代女王に輝いた。サードの吉田知那美は、難しい試合もあったし、難しいアイスだったし、辛いこともたくさんあったけれど、最後までチームサポート、イーチアザーできた。カップにたどり着けて本当に嬉しい、と実感を込めた。今年2月の北京五輪で銀メダルを獲得して日本中を歓喜させた、心身ともに疲労困憊、だった、と振り返った中でも、小休止はわずかな時間のみ。5月に開催された日本選手権で優勝し、新設大会のパンコンチネンタル選手権に日本代表として臨む権利を得た、この大会に絶対に出たくて、日本選手権へみんなでもう一回ギアを上げて頑張った。その甲斐があったなと思う、と振り返った。日本代表ロコが初代女王に、パンコンチネンタル選手権決勝で韓国に8-6。カーリング、パンコンチネンタル選手権最終日、6日、カナダカルガリー。決勝が行われ、女子日本代表で北京冬季五輪銀メダルのロコソラーレが、韓国に8-6で勝利し、初代女王に輝いた。女子日本代表は 4-3 の第7エンド、E からに連続で1点ずつ追加し、6-3。第9位に2点、第10位に1点失点して追いつかれたが、延長の第11位に2点を奪い、勝ち切った。今大会は、パシフィックアジア選手権とアメリカ大陸チャレンジが統合され、第1回目の開催。来年の世界選手権への出場枠をかけて争われ、女子日本代表は上位5チームに与えられる切符もしっかりと手にした。女子日本代表が韓国を下し初代女王藤沢皐月らは全身で喜びを表現。初代女王の座を勝ち取った。カーリングのパンコンチネンタル選手権最終日、6日イコール日本時間7日、カナダカルガリー、女子決勝は日本代表が韓国を8-6で下し、優勝を果たした。粘る韓国を執念で振り切った。日本はスキップ、藤沢皐月、31イコールロコソラーレが、また新たな気持ちで決勝の韓国戦を頑張りたい、と意気込みを示していた中、第2エンド、E に2点を先制。3対1で迎えた第5 E に2点を奪われ、同点とされたが、第6 E に1点を勝ち越すと、第7、8 E に1点ずつスチールした。ところが、第9位に2点を許し、第10位には1点をスチールされて延長戦に突入。それでも、第11位に2点を奪取して勝負あり。藤沢らは全身で喜びを表現した。今大会は初戦の米国戦で敗れたものの、サード、吉田知那美、31イコールロコソラーレが、決勝まで行くには敗戦が必要、と話していたように、試合ごとに出た課題をきっちり修正。勝負どころでさすがのパフォーマンスを披露し、タイトルを引き寄せた。カーリング女子日本代表韓国に延長勝利でパンコンチネンタル初優勝、タフなシチュエーションだった。パンコンチネンタル選手権2022女子決勝日本8-6韓国、現地6日、カナダカルガリー。カーリング女子日本代表が大会初代女王をかけて臨んだ決勝。3対3で迎えた第6エンド、日本は1点を奪い勝ち越すと、第7エンド、第8エンドでは韓国のミスにつけ込み連続スチール。6-3 とリードを広げます。しかし第9エンド2点を奪われると、第10エンド韓国にスチールを許し6-6の同点。試合は延長戦となります。それでも第11エンドで2得点を奪った日本が大会初優勝。